自衛隊初の宇宙専門部隊、宇宙作戦隊が発足しました。宇宙作戦隊は日本の人工衛星に脅威を与える宇宙のゴミや不審な衛星の動きを監視します。中国やロシアでは宇宙の軍事利用が進んでいて、防衛省は JAXA 宇宙航空研究開発機構などと連携して監視システムの構築を目指します。宇宙作戦隊は航空自衛隊府中基地を拠点におよそ20人で発足し、将来的に100人規模に拡大する計画です。